イヤートランペットを用いるマダム・ド・ムーロン。本校では補聴器の歴史について述べる。耳に取り付ける収音器のような原始的な補聴器は17世紀にはすでに製造されていた。電気的な信号増幅を行う現代的な補聴器は19世紀に発明された電話機の派生物である。電気式補聴器は1898年に最初に作られ20世紀を通して 性能向上と小型化が進められた。20世紀末には高度な信号処理機能を備えたデジタル補聴器が一般に購入できるようになった。20世紀の前半には補聴器産業は電気機器が小型化されていく流れの最先端にあり、真空管やトランジスタ、IC のような新技術が登場するたびにいち早く導入された。 補聴器に頼るのは恥ずかしいことだという社会通念があったことから、小型化は携帯性の面だけでなく、使用を隠せる点で需要が高かったのである。デザイン的にも携帯用補聴器は、箱型から耳掛け型、さらに刺し耳型と、より目立たない方向へ進化してきた。フレデリック・レイン製の精妙なシューオミンイース。19世紀の初めに、ポルトガル王女案6世のために設計された。 フレデリックレイン社のカタログ、19世紀のデザインの進化を示している。初期の補聴器は、外付けの磁界のようなもので、前方から来る音を時効に導き、それ以外の方向から来る音を遮断するだけの器具だった。大きな早回のような自然の素材が用いられた歴史は、古く、17世紀にはすでに耳に取り付ける、金属製の補聴器が製造されていた。 本型の集音機を持つイヤートランペットは17世紀に登場し、18世紀末には一般化した。イヤートランペットは多くの場合折りたたみ式で高価な工芸品であった。よく知られた当時のモデルにはタウンゼンドトランペット、レノルズトランペットも扱っていた。これらはいずれも音を集めて聞き取りやすくする機器で持ち運びも可能だったが、 外してかさばるためかから支える必要があった。後になると手持ち式の小型化されたイヤートランペットや円錐型の補聴器が使われるようになった。1800年代末になると周音用の円錐と耳に差し込む部分をチューブでつないだアコースティックホーンが作られた。レインは1819年にポルトガル王ジョアン6世から周音機能がついた特製の椅子を製作するよう、 依頼された。注文に応じて作られた玉座は、口を開いた獅子をかたどった装飾的な肘掛けを左右に備えていた。獅子の口が受け音機に当たり、ここに入った音が伝生管を介して玉座の裏に送られ、王の耳に届く仕掛けだった。19世紀の終わりにかけて英国や米国では、外から目立たないタイプの補聴器が広まり出した。 レインは他社に先駆けて注目すべきデザインの多くを繰り出した。オーロリースフォーンと名付けられた同社の補聴器では、花や貝など様々な形のかぶり物に集音器が巧妙に仕込まれていた。家具、衣服、送信具の中に隠せる補聴器もあった。これらは聴覚障害の存在を隠すことを大事に考えたデザインであり、補聴器としての性能は高いものではなかった。 機械式の補聴器は江戸時代の日本にも伝えられた。1813年頃、乱学者柴公館はオランダ人ボイスの科学辞典を参考にイヤートランペットを製作し、メガネとかけて耳鏡と呼んだ。その用法は当時の広告文に見ることができる。初期の真空間式補聴器の広告、1933年。 1920年から1950年頃のドイツ製補聴器。電話の受話器に似た付属品を用いるベルリンの医学史博物館。電気式補聴器が登場したのは電話機とマイクロフォンがそれぞれ1870年代と1880年代に発明されて後のことだった。もっとも初期の電気式補聴器は小型の電話機そのものだった。 電話機の技術により音の大きさや周波数、歪の制御が可能になり、補聴器の機能は大きく広がった。専用の電気式補聴器は1898年にミラーリース8ソンによって初めて作られた。最初のモデルは卓上設置型で、2年後にはアコーホーンと名付けられた、携帯用モデルも発売された。これらには音声によって電流を変調することで、 信号増幅を行うカーボンマイクロフォンが用いられていた。シーメンスは電気的な増幅機能を持つ補聴,を補聴器を製品化した最初の会社の一つである。1913年に作られた同社の初期モデルは高さのある葉巻箱ほどの大きさで携帯は難しかったが耳に差し込むスピーカーを備えていた。やがてカーボン補聴器が小型化されると ポーチやカメラのような小物に偽装した商品も作られた。1900年代に発明された真空管は優れた信号増幅性能を持っており、通信技術を大きく前進させた。1920年、海軍リシアール・ハドソンは最初の真空管補聴器の特許を取った。爆地ーンと名付けられたハドソンの補聴器は電話機用の送話機を用いて、 音声を電気信号に変換し、真空管で増幅してから受話器で音声信号に戻していた。重さは7ポンドで持ち運びも可能だった。米国のウェスタンエレクトリック社は1923年に真空管式補聴器の市販モデルを始めて開発したが、220ポンドの重さと5000ドルの価格を持つオーディオフォームは一般人が気軽に手を出せるものではなかった。 このような大型モデルは、老学校の教室に備え付けられる例があった。真空管補聴器は、音の再現性が良く、増幅性能も70デシベルまで向上した。また、難聴者の社会運動の影響もあり、1920年代から1930年代にかけて、真空管補聴器は一般に普及していった。1920年代半ばに開発された。 アコースティコン56型は携帯用モデルとして最初期のものである。着用可能な真空管補聴器は英国で1936年に、米国では翌年に最初に発売された。補聴器の利用者にとって危機器が目立たないことは重要な要素だった。真空管の登場後も隠蔽性を重視して増幅性能の劣るカーボン補聴器を選ぶ使用者は多かった。 1930年代に登場した着用式モデルはマイクロフォンとバッテリーを別々に衣服の中に隠すことができた。第二次世界大戦で周辺技術が進歩すると耳の中に隠せる小型受信機も登場した。1940年代にはサブミニチュア真空管やプリント回路、ボタン型電池といった新しい技術を採用した一体型補聴器が 登場し、モダンなデザインによって補聴器のイメージを変えていった。当時の流行は、ゼニス社のポケットサイズモデル、ミニチュア75に見ることができる。この頃の補聴器は、エレクトロニクスの小型化技術の実験場であり、サブミニチュア真空管のように、補聴器のために開発された技術が標準化した例もあった。ジョセフ・ポリアコフが1937年に特許を取った。 テレコイルは電話機の音声信号を時期的に受信する部品で通話音声以外のノイズを除去することができた。テレコイルを採用した補聴器はロンドンのマルチトーン社によって最初に製品化された。この技術が原型となったヒアリングループは21世紀にも用いられている。日本で初めて電気式補聴器が輸入されたのは1908年のことである。 代表的な輸入業者であった吉田勝江商店はアウリクルという名のイヤートランペットやチューブ式補聴器の製造も行っていた。1910年に輸入されたアコースティコン社のカーボン補聴器には160円の価格が付けられた。国語辞典の工事吟では1925年のバンから補聴器という言葉が収録された。 1934年には医学博士で老教育に携わっていた加藤徹によって初の国産電気式補聴器立ォンが開発された。1949年に制定された身体障害者福祉法によって補聴器が支給対象に指定されると日本における補聴器の普及は本格化し始めた。その前年、 小林理研製作所が日本で初めて真空管補聴器を生産し5000円の価格で販売した。弁当箱という愛称が付けられた第1号モデルは名前の通りやや大きく同時期のコンパクトな外国産モデルと比べるとまだ技術的に見劣りした。戦後初めて補聴器の民間輸入が行われたのは1951年のことで そのトーン社のポケットサイズモデルには、初費用込みで8万円という高額の値段が付けられた。1980年代初頭、ストラップで胸に留めるトランジスタ式補聴器。1948年にベル研究所で開発されたトランジスタは、補聴器の性能を大きく向上させた。トランジスタは、真空管より小型化が可能で、消費電力も小さく、 立ち上がりに時間を要せず、歪みや熱の発生も抑えられる。真空管は発熱がひどく寿命が短いという問題を抱えていたため、トランジスタは理想的な代替物だった。米国市場では電化製品一般の小型化はまだ特に需要がなく、トランジスタの登場を最初に歓迎したのは補聴器産業であった。補聴器用増幅器のマーケットを ほぼ独占していた、レーセオン社は、最初に発明された点接触型トランジスタが、衝撃に弱く補聴器への応用に不向きであることを認識すると、他社に先駆けて、接合型トランジスタの大量生産に着手した。しかし、初期のゲルマニウム製接合型トランジスタには、熱と湿気に弱い欠点があり、トランジスタ補聴器を身につけて用いると数週間で、使い物にならなくなった。 トランジスタ補聴器の普及にはこの問題を解決する必要があった。1952年に世に出た、そのトーン専従型は、真空間式補聴器の一部にトランジスタを組み込んで、電池の寿命を伸ばしていた。翌年に発売されたゼニスのマイクロトーン、トランジマティックとマイコ社のトランジストイヤーは、最初の完全なトランジスタ補聴器だった。 1957年には耳にかけられる一体型補聴器として最初のモデル、オタリオンリスナーが発売された。その見た目はメガネそのものだった。テキサスインスツルメンツ社は1953年から補聴器産業にトランジスタを供給し始めた。1954年には従来より効率的なシリコン製トランジスタを開発して、冷静音の地盤を脅かすようになった。 最初の市販トランジスタラジオを出したのも同年のことだった。TI 社で1958年に集積回路が開発されると、やはり補聴器産業が応用の先陣を切った。その後20年のうちに集積化されたトランジスタが信号増幅だけでなくデジタル信号処理の機能を担えることが理解されるようになった。1960年から40年近く補聴器の 開発に携わったエルマー・ブイ・カールソンは、補聴器の発展史上重要なブレイクスルーの多くに功績を残した。1960年代初頭、ベール研究所では通信用の音声圧縮システム開発を効率化するため、音声信号のデジタル化とデジタル信号解析が研究されていた。音声信号の処理には高い計算能力が必要だったが、当時のコンピュータの性能は低く、 大型のメインフレームコンピュータを用いても信号、そのものより長い処理時間を要した。そのため耳に収まるサイズの補聴器にデジタル解析機能を組み込むことはまだ考えられなかった。しかし、この研究は聴覚障害者のための音声信号処理において重要なステップとなった。1970年代になるとマイクロプロセッサが作り出され、 エレクトロニクスと計算処理が一体化することで新たな形の補聴器への道が開かれた。研究者、エドガー・ビルチャーは多チャンネル振幅圧縮を開発した。これは音声信号を周波数帯域ごとに分離し、それぞれのチャンネルの信号を適宜強めたり弱めたりする方式でデジタル補聴器のアーキテクチャの基礎となった。伝統的なデザインで作られた21世紀初頭の 補聴器。ダニエル・グラウペはもう一人の補聴器開発のパイオニアである。グラウペが開発した6チャンネル補聴器はそれぞれのチャンネルで利得制御を行うことができた。1979年になると補聴器の電気音響特性をボタンで切り替えることにより環境に合わせてチャンネルごとの音レベルを調節できるようになった。このようなエコライザ機能はアナログ方式では 不可能だったもので、後世のデジタル補聴器の多くに取り入れられている。1970年代に高速デジタルアレイプロセッサを搭載したミニコンピュータが登場し、デジタル補聴器の発展が促進された。ミニコンピュータには音声信号をリアルタイム処理するのに十分な性能があった。1982年、ニューヨーク市立大学においてフルデジタル補聴器が作られた。 デジタルアレープロセッサとミニコンピュータからなる解析ユニットには FM 送信機と受信機が備えられており使用者が着用するマイクロフォンやスピーカーと無線で信号をやり取りするようになっていたこの解析ユニットは持ち運ぶには手押し車が必要だと言われるほどかさばるものだった当時はデジタル機器のサイズや電力消費量がまだ大きかったため携帯性を無視した このような大型機種が研究開発用として生産されていたオーディコン製の補聴器。周辺機器とワイヤレスで Bluetooth 接続が可能。1980年代に登場した高速の DSP チップは個人用デジタル補聴器への道を開いた。オーディオ等運車は他社に先駆けて着用式デジタル補聴器を開発していたが市場に出すには至らなかった。 市販モデル第1号、ニコレフェニックスは1987年にニコレコーポレーションによって発売された。耳にかけたトランスデューサと携帯可能な外付け処理装置を優先でつなぐ構成だった。2年後には完全耳かけ型モデルが開発された。フェニックスは価格とサイズの面で課題が残っており、ニコレは成功を収められないままマーケットを去った。 しかしフェニックスによってデジタル補聴器の可能性が示されたことでメーカー間に開発競争が起こった。ベル研究所はアナログの2チャンネル圧縮増幅機をデジタル制御するハイブリッド方式で補聴器開発に参入した。この方式は研究段階では成功していたが、ベル県の親会社 AT&T は1987年に権利をリサウンド社に売却して、 補聴器事業から撤退した。このタイプの補聴器はすぐに市場に受け入れられ、増幅器、フィルタリミッタのようなアナログ素子を外部デジタル信号で制御するプログラマブル補聴器が広まっていった。アナログ補聴器では音響特性を使用者に合わせて変更するのに細かいつまみの操作を要したが、プログラマブル式では利便性が大いに向上した。 またパラメータ設定を保存しておいて場面に合わせて切り替えたり一対比較試験を行えたりといった利点もあった。ほとんどの補聴器メーカーがこの種のモデルを出し始めるとコンピュータと補聴器のインターフェース規格としてハイプロとノアが制定された。次の大きなマイルストーンとなったのは音声信号をデジタル化してから信号処理を行うフルデジタル補聴器の実用化だった。 リオン社は1991年に日本初のフルデジタル補聴器 HD-10 を一般向けに発売した。オーディコン社は1995年に初めてデジタル補聴器を開発したが、デジタル音響増幅を研究するオーディオロジーの研究グループに提供されるにとどまった。1996年にワイデックスが出したセンは一般向けのフルデジタル。 補聴器として最初に成功を収めた。オーディコンもその直後にデジフォーカスを一般に販売し始めた。当初デジタル補聴器の性能はアナログ方式と大差なかったが、信号処理技術の発展により着実に進歩していった。ノイズサプレッション機能は初期のデジタル補聴器にも実装されていたが、2000年代以降に開発された機種には、 音声信号の中から意味のある言葉だけを選択して強調するスピーチエンフンサーや音源の位置によってノイズを判別する指向性処理のような高度なノイズリダクション機能が追加された。その他デジタル方式で一般化した重要な機能には音量の過長範囲が狭くなった難聴者のためのノンリニア増幅やハウリングを低減するフィードバック制御などがある。 デジタル化以前の時代には補聴器には雑音が増幅されるためかえって聞きづらいというイメージがあり敬遠する難聴者も多かった。髪がずれたり食器がぶつかったりする刺激音は特に強調されて聞こえ周囲にまで漏れる不快なハウリング音も大きな不満のためだった。これらの問題を解決するデジタル補聴器の登場は大きな意味を持っていた。2000年代には 周辺機器とのワイヤレス通信が大きな発展を見せた。リモコン制御のほか、テレビや携帯音楽プレイヤーとの連動や、インターネットや携帯電話とのデータ通信が行えるようになっている。アップルとマイクロソフトは2010年代に相次いでスマートフォン用 OS に補聴器との連携機能を実装した。リサウンド社が近年発売したメイドフォー iPhone 対応補聴器は、 iOS デバイスから直接電話音声や音楽、ポッドキャストをストリーミングすることができる。スマートフォン自体を補聴器として用いるためのアプリも遅くとも2009年から各社によって開発が始められている。ダニエル・グラウペが開発したゼータ・ノイズブロッカーと呼ばれる補聴器用のデジタルチップは周波数帯域のうちノイズレベルが高いものの利得を自動的に抑制する機能を持っており、 1980年代にいくつかの補聴器モデルで使われた。1980年代の初め頃から音声信号のリアルタイム処理を可能にする高速デジタル信号処理チップを備えた補聴器の開発が始まり、3M などによって実用化された。ありがとうございます。